こんにちは、ラムネラボのあんこです。今回は2023年 SNS リンクのおすすめまとめサービス5選についてご紹介します。店舗の SNS アカウントを集結させたい、サイトを持っていないからまとめられない、まとめページならこれというのを知りたい、そんなお悩みの方へ。複数 SNS アカウントがある場合、まとめるの大変ですよね。しかし、どうまとめたらいいかわからない、結局アカウント管理ができていないという話もよく聞きます。そこでこの動画では、SNS アカウントをまとめられるサービスを5つお伝えしていきます。SNS まとめサービス5選。1つ目、ポトフ。ポトフとはインターネット上に広がるあなたの活動をプロフィール&ポートフォリオにして簡単にまとめるサービスです。他のものと違い、ポートフォリオの要素が加わったまとめサービスになります。イラストレーターさんやクリエイターさんの使用が多く、ポトフのメリットは各フィード画像やサムネイル画像が見せられること、デメリットは画像あまり使用していない場合はちょっと目立たないなというところ、おすすめの方にはクリエイターや飲食店、商品の写真を見せたいという方には非常におすすめのサービスです。プロフリ。プロフリは非常にシンプルなアカウントのまとめサービスです。テンプレートが複数ありますが、投稿画像などは並べられないため、シンプルに使いたい人におすすめです。メリットは非常にシンプルで使いやすいところ、デメリットは自由度がかなり低いため、表現が少し難しいです。おすすめの方は簡単にリンクをまとめたい、伝えたい内容をまとめたいリンク先がシンプルな場合はおすすめです。リットリンク。リットリンクはプロフリと近いシンプルなリンクのまとめサービスです。インスタで使用している方が非常に多く、プロフリよりも画像登録ができたりと、テンプレートベースではありますが、自由度があるサービスになります。リットリンクのメリットは利用者が多くいるため安心して使えること、デメリットは大きなカスタマイズができないことです。おすすめの方は、やはりインスタをメインで使っている方にはリットリンクが非常におすすめです。ポント。ポントは販売もできるリンクまとめサービスです。手数料も 7% と安く、販売経路の一つとしても今後活躍しそうなサービスです。リンクまとめサービスとベースなどの EC が合体したイメージになります。ポントのメリットは販売したい商品がある場合、販路が広がること。デメリットはまだベータ版のため、今後どのような動きをするのかがわからないというところ。おすすめの方は商品ページをまとめたい、また販売経路を増やしたい方におすすめです。もっと自由にまとめページを作りたい人へ。今回ご紹介したリンクまとめサービスはどれもリンクをまとめることがメインのため、自由なレイアウトはできません。そのためサービスを使ったものの物足りないという場合があるかもしれません。そんな時はキャンバという無料のデザインツールで作れるウェブサイトテンプレートを使うのはいかがでしょうか。ラムネラボのオリジナル商品であるプロペラというサービスは、キャンバウェブサイトの専用テンプレートに穴埋めするだけで、あなたのオリジナルページが情報を入れるだけで即完成するサービスです。あらかじめリンクまとめや活動内容、店舗概要がわかるようにデザインされたテンプレートですので、簡単にテンプレートに文字を入れるだけで完成します。もっと自由にリンクをまとめたいという方にぴったりのサービスです。気になる方は概要欄のリンクからご確認ください。いかがでしたでしょうか？いいなと思った方はグッドボタン、コメント欄でリクエストや質問も受け付け中です。今回は以上です。ここまでご視聴ありがとうございました。ラムネラボでした。